皆さんこんにちは、スタントライダーの小賀です。今日はですね、皆さんにお知らせがあります。はい、イベントの出演情報なんですけれども、10月12、13日に、行われる、広島県のね、テージャスランチという場所なんですけども、キャンパス、フリーライドミーティング&ダンロップエンデューロという、イベントに、ゲストライダーとして招待、していただきました。めちゃくちゃね嬉しいですこれは、ね、結構ね小川チャンネル的に歴史的な出来事で、まあ、スタントライディングではね、あのイベントに招待されるっていうのはよくあるんですけども、オフロードライダーとしてこうやって招待されるのは、初めてのことです。これもですね、本当にその、オガチャンネルでね、林道動画を結構上げていたりするんですけども、それの影響でですね、今回ね、読んでいただけることになりました。皆さんがね動画めちゃくちゃ再生してくれるので、こういう風にね、招待されるようになりました。本当に、応援ありがとうございます。はい、で今回の、キャンパスフリーライドミーティングなんですけども、どんなイベントかというと、初心者向けの、イベントになります。で、12日13日2日間、開催されますが、1日目が、フリーライド、です。初めてのフリーライドという、ね、クラスです。初心者向けで40名ですね。で13日が、いくつかあって、スクールが2つあって、あとは、クラスが3つあるんですね。でスクールの方は、オフロードの基礎を学びたい初心者向けのレッスンと、2つ目がもう少し、まあ、基礎と、実践的なエンデューロテクニックを学べるスクールが、あります。でスクールの他にフリーライド、できるようになっていて、フリーライドも、コース別で3つあります。で一つは、トレイルクラス、トレイルバイクなんかでも走れるような、まあ、難易度がそんなに高くない、クラス、コースですね、うん。で2つ目が、チャレンジ、クラスで、トレイルクラスよりは少しね、難しくなっている、ルートだと思います。で一番最後に極み、クラスっていうのがあって、トップライダーと苦難の道に挑戦したいライダーへというね、説明で書いてあるんですけども、これはまあちょっとハードエンデューロっぽくなってくるのかなというふうに思います。はいね、なのでその日頃ねフラット林道走ってますよっていう方から、いつも山深いところ走ってますっていうね、コアなライダーまで、楽しめる、そんなイベントになっていると思います。はい。で、僕はですね、基本的に、このフリーライドの、ところで、ずっとね、自由に走っているんですが、今回ねせっかくの機会なので、オガチャンネルをいつも見てくれている林道ファンの方々と一緒に走りたいなと、思っております。はい。なので、基本的にはいつでも、皆さんと一緒に走れるように準備しておきますので、僕が空いてる時は気軽に声かけてください。はい。そしたらですね、一緒にね、コースインして、一緒に走りたいと思いますね。でまあもちろんね僕と純粋に一緒に走りたいっていう方もそうなんですけども、ルートが分からなくて、初めてなので、付き添いで来てほしいとか、まあ、あとはその一人で不安なんで、何かあると怖いので一緒に走ってもらいたいとか、あとはもう純粋にオガチャンネルに移りたいとねまあそういう人はね僕の前走んなきゃ移んないですけども、オガチャンネル出たいから一緒に走りたいっていうのも全然 OK です。うんね、まあ理由はね、どんな理由でも構いませんね。一緒にね、コースを走って、テージャスランチを一緒に楽しみましょう。で、一緒にね、走ってくれた方、にはですね、漏れなく、僕のオガチャンネルステッカー、プレゼントしたいと思います。はい。なのでステッカー欲しいから一緒に走るっていうね、理由も全然 OK です。はいね。で、もう一つね、企画を、考えております。まあオフ会なんですけども、エントリーされてない方もですね、せっかくね今回広島に行くので、オフロードに興味ない方だったりとか、まあ、コース走るのはちょっとっていう方もね、いるとは思います。うん。なので、そういう方々も、まあ、会場に来てくれれば、オガチャンネルいつも、見てますというね声をかけてくれた方にはですね、全員にステッカープレゼントいたしますので、もうステッカーもらいにテージャスランチに遊びに来るっていうのも、ぜひね、
検討してみてください。ちなみになんですけども、あの走行中はやっぱりそのエントリーをしている方々と一緒に走る、ことが多くなると思うので、なかなかね声をかけづらかったりすると思います。でそこで狙い目なのが、実はですね12日の、夕方にバーベキューがね開催されます。で、その時は僕は結構自由に動けると思うので、そういう時間をね狙って、来てくれると、声をかけやすい、タイミングが、多くなると思います。はいね、なので、そういうね時間を狙ってきてください。あとは日曜日は午前中走行枠があって、午後はですね、フリー走行の、枠がないので、おそらくですね、ここもあの声をかけやすいタイミングだと思います。はい、なので、僕ねおそらく会場うろうろしてると思いますので、気軽にですね声かけてください。おかちゃんはねいつも見てますんでね、声かけてくれればステッカー差し上げます。はいね、ということで、今回ね初めてのオフロード、イベントの、参加になりますが、僕もですねめちゃくちゃね楽しみです。うん、でずっとね、リスナーさんだったり今オガチャンネルのファン、と一緒にこうね林道を楽しみたいなって僕ずっと思ってたんですよね。で、たまたまねダンロップさんからお声掛けいただいてね、本当に素敵な機会、だと思いますので、一緒に走りたい方はねぜひエントリーして、僕と一緒にね、テージャスランチをね、楽しみましょう。であとはその、オフロードノリじゃなくてもね、あのステッカー差し上げますので、テージャスランチのね、会場まで、暇つぶしにねヨガチャンネルステッカーゲットツーリングみたいな感じでね、あの来てくれればと、思います。ただですね結構オフロードコースはあのコースに行くまで砂利道だったりとかする可能性があるので、特にねロードバイクで来る方は、下調べをねしっかりしてから、来てください。僕もね一回あのオフロードパーク勝沼だったっけかな、行った時にグロムで行ったんですけども、まんまとね、フラット林道をね走らされてね大変な思いをした覚えがあります。楽しかったからいいんですけどね。なのでビッグバイクとかだとやばいじゃないですか。セッパ班のさビッグバイクでさフラット林道とか結構ね自殺行為なので、その辺のね、下調べはしっかりね、してから、僕に会いに来てくれると嬉しいです。はい、ということで、10月12、13日、広島県の定着団地、キャンパスフリーライドミーティング&ダンロップエンデューロで皆さんにお会いできるのを楽しみにしております。またね。